おはようございます。今日は7月16日ですね。西尾祭りなんですけど、雨大丈夫なんでしょうかね。ちょっと心配ですね。気温が 27.6 度で、湿度 86%、室温が 24.9 で、湿度 68% ですね。まあ今日はあんまり気温が上がらない感じですね。今日のコーヒー、陽気なセニョリータにしましたね。はい、陽気なセニョリータですね。何でもよかったんですけど、今日はたまたま瓶が空になりそうだったんで、じゃあこれにしようという感じで陽気なセニョリータです。で、今日の格言、これ松本くんが書いた格言でして、これもしかしたら昔これなんかやってそうな格言ですよね。ジグが世界を制す。そうなんですよ、僕ジグ好きなんですよね。ものづくりは基本ジグ作りだと思ってる人なんで、この松本くんの話は結構いいなと思いましたね。はい、それではですね、穴を掘ります。はい、それではお湯を用意しましょう。ポットを温めます。はい、それではですね、スタートしましょう。ジグは世界を制するっていう、あれなんですね、物を作るときに、まあ1個目の物を作るときってもう試行錯誤ってやつですよね。試行錯誤ってやつっていうのはどういうことかっていうと、ああでもないこうでもないでやっていくわけですけど、実は言うとそれを量産するとなると、いかにそれが、簡単にできるかを今度は目指さないかんくなるんですね。その時に大体基本的にジグが必要になってくるわけです。だからそのジグを持つっていうことは、まあ簡単に言うと、そのものを作る、ノウハウですからね。だからそれがまあある意味ジグは世界を制するの意味なんでしょうけど。はい、1分ですね。本来だったら1個目からジグを作っても、いいと思います。1個目のものを作るときにジグを作って、やってもいいんですけど、1個目って実は言うと本当の意味で、正しい、やり方作り方かどうかも分かってないし、それがうまい構造なのかどうかも分かってないんで、まあどっちかというと当てずっぽでやるんで、当てずっぽでやるものにジグは必要かと言われると、まあジグは必要なかろうと。とりあえずはやってみて、ダメだって、改造して、これで一つの形ができてから、まあ大体ジグが必要になってくるもんなんじゃないのかなという気はしますよね。昔焙煎機とかなんかをよく作ってた時なんかは、はい、
焙煎機作ってきた時なんかよくジグを作りましたけど、なんでかというと、基本的な部分が同じだったんですよね。つまり基本的な部分が同じっていうことはどういうことかというと、昔は焙煎機作るって言って、だいたい、ユニオンの電動のサンプルロースターを仕入れてそれを改造してたことが、まあ、基本的に多いんですけど、一太郎を改造することもあったんですけど、その時に1個目はもう試行錯誤ですけど、ここの部分はもう変えなくていいよねっていう部分に関してはもう同じ作業になっちゃうんですね。同じ作業になっちゃうんだったら、まあ、ジグを用意しといて、そのジグ通りにやりゃなんとかなるっていう風にしといた方が楽なんで、でそういう風に、ジグが用意されてたりとかしてましたね。まあ今はまあ忙しいからそういうことはやらないですけど、まあそれともう一つはあれですよね、すごく多くの方が自分で焙煎機作られてる方多いですからね、今は。まあ僕がシャシャに出るようなことも必要ないようなぐらいに、まあ、上手に焙煎機作られてますからね、皆さんね、まあ見ててすごいなと思いますね。特にまあ僕なんかがまあどうでしょうね、まあ焙煎機作ってたのなんてもう、20年も30年も前の話で、その当時から比べると本当あれですよね、今の方々が作ってる焙煎機は本当にこう綺麗に作られるなという、いう部分はまあ本当に感じますよね。ただ言えることはあれなんですけどね、この原理原則が分かってて作っとられる方もおれば、そうでない方も結構あるので、雰囲気だけをこう作ってしまっている方の焙煎機だと、どんだけこう見た目がかっこよく作られてても、残念ながら、コーヒーはいまいちなんだろうなというのは感じますよね。それは何かっていうと、焙煎機の構造としての欠陥というのが、見えてない焙煎機もまあまああるということなんですけど、そこなんかはまあちょっと、まあ、指摘してあげたいなという気もちょっとはあるんですけど、ただそうするとまたあれですからね、焙煎機作りになっちゃうんで、だからそういうことはまあ、しないですけど、まあツイッターとかなんかに流れてくるのを見ると結構、見てて楽しいですよね。いろいろな人がいろいろなものを作ってるのを見ると、でその時に、多分こう何個か作られてる方々なんかは、冒頭同じように、ジグを、作って、できる限り、合理化して、ものを作っとるんじゃないかなという気はしますね。はい、そんなこんなで、今日実を言うと、ペーパーがですね、これまだ実を言うと印刷がされてないシールが貼られてるんですけど、これ松屋さんのとこから仕入れたペーパーになってます、まあ
なんつうんですかね、透明な袋に、シールが貼られてる感じの、ペーパーなんですけど、多分もう少したら印刷がかかると思うんですね。別段印刷がかけたくなかったんじゃなくて、印刷がなんかまだ用意できてないらしくて、こういう状態であるっていうだけですね。だからもう印刷の方がかかってくれば本格的な松屋のペーパーっていう形になりますね。今はちょっと、かっこ悪いっちゃかっこ悪いですよね。まあシールで貼られてる状態ですからちょっとかっこ悪いですけど、まあそれでも今からはまあ一応正規の、ペーパーとして、このペーパーを使うということで、今日の、ペーパー、つまり、今日立てたコーヒーですよね、今日使ったコーヒー、ペーパーはですね、松屋さんのペーパーでしたね。で、本来だったら確実に、折り曲げた部分を、調整というかやろうと思ったんですけど、違うところで、やっちゃいましたね。まあそれでも なんとか持ったんでいいかなという感じがします。はい、それでは試飲ですね。はい、陽気なセニョリータですね。うん、メキシコベースのブレンドになっております。まあ結構あれなんですね。今日も多分バタバタするんだろうなという気はしますが、とりあえず、宣伝の方行きます。今メインはあれですね、このドリップダラー L の宣伝ですね。中心は、ドリップダラー L を、大々的にアピールしようとしております。だから、通常のドリップダラーと、ドリップダラー L、500cc のタイプですね。330ですかね。通常のが330のタイプで、500のタイプですね。500cc 入るタイプ。それを、使い分けることによって、蒸らしと抽出に、使い分けることによって、コーヒーを美味しく、入れられるようになるよというセットとなっております。はい、それ以外ではまああれですね、プラカナークのプレゼント、これもやってます。プラカナークのプレゼントはですね、玉木のコーヒーをですね3000円以上お買い上げの方、お便り欄に、プラカナーク希望と書いてくれればですね、プレゼントいたしますということですね。はい、ということでですね、今日はここまでにします。